各位贵宾，各位朋友，以及媒体朋友们，大家早安。今天的第一场论坛呢，运动观光，是由我来当主持人。那我就先自我介绍一下。那刚才司仪呢有说我是台北 ITF 的筹委会主委哈。 确实啦，我已经第五年主持这个办理这个活动哈。那不过除了我这个part time 的任务之外，那其实我过去呢，在2005年之前，我是2005年之前我是交通部公安局工作哈。那么之后，我从公职退休转任到中华大学去担任教职哈。那转眼。 11年过去，那我今年呢也从中华大学的专职院长呢退休，然后目前呢是在中华大学担任讲座教授啊。那么这个台湾观光协会呢也有一点工作啊，现在目前是担任副会长。好，那这个回到上课的形态跟各位来沟通一下。 什么叫做运动观光？可能，大家会觉得说运动观光怎么定义哦？其实有不少人对运动观光下定义哦。那我把它综合一下哈，是这样子讲，就由旅游的行程哈，以运动相关之活动为主要内涵的观光旅游，让游客满足观赏赛事、参访著名运动赛会景点，或在旅游中实际从事运动，获取。 跟一般观光旅游不同体验效果的观光行为哈，也有点文绉绉的哈。不过到基本上来讲的话，大概一般来讲，运动观光大概是有下列三个形态。第一个就是运动赛会观光。什么叫运动赛会观光？就是譬如说，奥林匹克运动会哈，北京奥运或者是2020年的东京奥运哈，说不定有人就开始要准备说2020年啊，既然这个世界奥运离我们这么近，那我们就准备去观光。那日本呢，事实上也准备好好的以2020年的奥运呢，要准备来吸引观光客去日本观光旅游。 那运动赛会观光就是属于这一形态的哈，那也有人为了什么高尔夫球的这个比赛有名的比赛，然后跑去那边看这个赛会，这个就是属于运动观光哈。那第二个叫做怀旧赛事观光哈，那怀旧赛事观光基本上来讲就是说赛会活动结束了以后留下一些那个场馆。 或者是一些重要的人物啊，在那边做了一样什么样的一个活动，那跑去看一看。那这种东西呢，在北京奥运之后呢，我曾经在次年啊，北京奥运结束之后，我就跑去看这个鸟巢。因为在奥运期间，北京政府啊就是禁止当地的民众到北京啊。 连外国观光客都被限制，所以呢，结束了以后呢，大家蜂拥而至啊，到那边去看这一个鸟巢啊。那我当时去的时候，听他们讲，他说一天大概有30万的国内外游客去看那个鸟巢，那这就是属于过去的赛事啊，大家去观光。第三个就是动态运动观光哈，那动态运动观光就是说自己实际从事这个运动啊，在。 旅游活动当中带入运动啊，譬如说，去打高尔夫球啊，去钓鱼。那么现在来讲的话，就是很多人去骑脚踏车，或者是去跑马拉松。那这个就是动态的运动观光哈。那我个人对这个部分也感觉到这个，是未来的趋势啊。那我自己也身体力行哈。 那我到琵琶湖，日本的滋贺县琵琶湖去骑那个环湖的脚踏车道。那这个去年呢，也试图要环岛。那今年的旅展办完了以后，我11号要出发去环岛骑脚踏车，960公里10天的一个旅程。那这是去年我们出发时一张照片哈。那这个台体委会今年的旅展的摊位主题哈。它也下得很好啊，Sports Tourism Cheers You Up，
就是运赛这个运动赛事啊，那么这个运动观光能够让你更有精神哈。那前面它也有一个标题，在第一页的时候，运动观光让旅游体验更丰富哈，这个标题啊。那今天早上的论坛题目就是这一个。那我们今天呢邀请来的主讲者以及语谈人呢，我在这里先介绍一下。那也请这个介绍的主讲人跟语谈人上台到这个地方呢坐定，让我们的这个听众能够看到你们。那第一个是这个日本运动观光这个联盟的这个理事长原田中彦教授。Professor Harada, yeah, the keynote speaker, yeah, 就是 yeah. 那他今天呢要跟各位分享就日本运动观光促进的策略哈。那么等一下来听听他日本怎么样在往后来推动这个运动观光哈。那我们今天的语谈人呢有三位哈。那第一位就是台北将要举行这个四大运。那么如何利用四大运来做城市行销，或者是说是不是四大运的运动赛会能够来吸引我们周边的这个国家的地区的人民到台北来观赏这个四大运呢？这个部分呢是需要加以思考，也来看看台北市是怎么样规划。那我们请到的是台北四大运的发言人哈杨景航先生。那第三位呢，高尔夫观光呢，其实这个在台湾来讲或者是国际来讲已经是有相当的时间了哈。那但是呢目前还是有越来越夯的趋势哈。那么在台湾推动高尔夫观光这方面来讲的话，中华民国高尔夫球场事业协进会理事长蔡君山先生呢在这方面贡献非常多哈。那我们也特别请到他来分享。那观光这个运动观光，尤其是第三种的就是动态性的运动观光，现在越来越夯哦。那我是认为我们的旅行业者，我们的消费大众群们可能要这个在这一块里头哦都会加以投入。旅行业者呢也应该去注意到这一片小小的蓝海哦，也许不是很大的蓝海，但是是一个商机哈。那这个雄狮旅游的黄信川总经理呢，他本来给我一个题目叫做动经济啊，那标题是这样，请上，对对。那题目是运动观光好运到，动出跨越大经济啊。那这是这个我们今天的keynote speaker 跟这个 panelist 的语谈人哈。那下来呢我们就来请我们今天的主讲人呢原田教授啊，原田这个主席呢理事长呢来这个讲述日本的推动运动观光的策略哈。で先ほど須副会長の方からスポーツツーリズムの説明がありましたが、非常に簡単に言いますとスポーツツーリズムというのはスポーツで人を動かす仕組み作りのことになります。で隠れた資源であるスポーツを旅行商品化し見るする支えるスポーツという新しい旅の目的と需要を創出します。で写真を見てもらうとこれただの川ですよね。で何もなければただの川なんですが、そこにリバーラフティングという新しいビジネスが来るわけです。でこれ四国の吉野川という川ですけども、17のですねリバーラフティング業者がビジネスをします。で彼らは地元にお金を落とし、で終わった後はバーベキューをして地元の食材食べ物を使って来ると。で若い人がこの田舎にですねたくさん来てですねお金を使うと、まあ、経済効果が起きるということになります。で日本はですね今インバウンドの市場がアウトバウンドを超えています。
たくさん台湾の方来るんですが、あまりちょっと日本の方からですね行くのは台湾の半分ぐらいだと今言われています。でただ旅行形態は、こう団体旅行から小さなグループ個人旅行へ変えましたし、あるいはそのニューツーリズムと新しいツーリズムへの注目が高まっています。で特に中国メインランドの中国からのお客さんは、1回目は爆買いでたくさん物を買ったんですが、リピーターが増えてきましたので体験型へ移行しています。で今日本はですね非常に人口が高齢化して、人口が減っています、減少しています。でそういうところを補うために今政府は観光産業の育成に非常に力を入れています。いわゆる交流人口の拡大、あるいは旅行振興から観光による地域振興への動きです。でそういう中で日本版の DMO ですね、デスティネーションマネジメントオーガニゼーションと、そのマーケティングをしてたくさん人を呼ぼうという、まあ、そういった設立がですね今活発化し、政府も地方創生交付金という補助金を今、多くの自治体に振り分けているところです。で2016年の上期ですね、もうすでに1000万人を超えまして、今年のインバウンドは多分2000万人を超えるだろうと言われています。でスポーツツーリズムは非常に分かりやすいですね。スポーツツーリストが輸送機関ですね、電車やバスに乗ってスポーツアトラクションのところに行きます。でそのスポーツアトラクションのある場所で、ホテル、旅館、飲食、ギフトということで、ここで消費行動が起きるということになります。で、その情報が旅行情報としてスポーツツーリストの方に届けられるということです。でここでキーポイントはそのスポーツのアトラクションを作ることが十分に可能であるということです。例えばこういったマラソン大会、野球のですね、子どもたちの野球の大会、あるいはこういうサイクリングのイベント、そして日本ではサッカーとプロ野球ですね、こういうプロスポーツのイベントというのがあります。でじゃあ誰が、こういうスポーツツーリズムを推進するのかということなんですが、我々の、日本スポーツツーリズム推進機構では地域にスポーツコミッションという、スポーツイベントの誘致にですね、を専門にする、部局を作るように、今働きかけているところです。で日本は観光というのはですねあまり重要な産業ではなかったんです。ところが2007年からですね観光立国推進基本法ができて、2008年に観光庁が設置されました。このあたりから国の基幹産業としての発展がですね期待されるようになりました。で2010年に観光立国推進本部のワーキンググループがスポーツツーリズムを提唱し、2011年に観光庁のスポーツツーリズムの推進基本方針が策定されました。私がですねチェアマンというか座長としてこの検討会の、動かしていた、まあ、そういう経緯もありまして、2012年に一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構が設立され、まあ、初代の会長になったということです。で政府は、2020年にですね訪日外国人をこれまでは2000万人という目標だったんですが、新しくですね4000万人にしようという大きな目標を立てました。まあ、もちろん宿泊の問題とかですね、空港の需要の問題とかいろんな問題はあるんですが、2030年にはそれを6000万人にしようという非常に高い目標を今掲げています。で現在我々のスポーツツーリズムの推進機構はスポーツ庁へとですね機能が移管されています。でこっちはスポーツですね、先ほどは観光でしたが、こっちはスポーツ立国の過程なんですが、2011年本当に最近なんですがスポーツ基本法が成立し、2012年にスポーツ基本計画が策定されました。でその中でスポーツツーリズムの推進が明記され、で2013年にはですね2020年のオリンピックパラリンピックの招致に成功しました。で2015年にスポーツ庁が設置されですね、今我々の活動は、まあ、観光庁もそうなんですけど、今スポーツ庁とですね非常にこう密接な
関係を作り、その地域の振興、地域をどう盛り上げていくかというのにこうスポーツツーリズムを活用しようという動きが今出ています。で、日本はこれから大きなスポーツイベント、いわゆるメガスポーツイベントが続きます。2019年のラグビーのワールドカップ、2020年の東京オリンピックパラリンピック、2021年のワールドマスターズゲームズ関西で、2026年はアジア競技大会が名古屋で開かれるのが決まっています。で、さらに、札幌市がですね、2026年の冬のオリンピック招致に乗り出しています。で、スポーツイベントの関心の高まりは、最近非常に注目を浴びています。例えば1万人以上参加する大会が197大会開かれています。で、ハーフマラソンとかファンランですね、スイーツマラソンとか、チョコランとかですね、ゾンビランとかですね、そういったファンランと呼ばれるものを入れると約3000の大会が日本で開かれています。トライアスロンですね、トライアスロンに至っては300大会、トレイルランですね、トレイルランに至っては270大会と。で、こういう大会は外からですね、県外から参加する人が多く、非常にこう真水の経済効果といいますか、ピュアな経済効果が生まれます。で、最近の特徴は外国人の参加者が増加しています。先ほど須副会長も滋賀県の琵琶湖でサイクリングを楽しまれたように、海外からですね、スポーツをしに日本に来る人が増えています。で、観光客をですね、こう呼び込むこの磁石の力みたいなのがあるんですが、一つ目がこうスタティックな、まあ、静的な、持続的な磁力を持つ、まあ、観光資源があります。それは美術館であり、博物館であり、テーマパークであり、水族館であり、あるいはお寺、神社といった歴史的な建造物、あるいは景色の優れた名所旧跡、自然が織りなす美しい景観ですね、例えば富士山があります。まあ、それに比べてスポーツイベントというのはダイナミック、動的で一時的継続的な磁力を発生します。で、これは経済効果に非常に役に立ちますし、まあ、都市の改造ですよね、例えばオリンピックのようなものですがにもよく使われると、まあ、あるいはそのプロスポーツですね、こういうのは非常にこういうダイナミックな磁力を発生します。で、スポーツイベントの数なんですが、まあ、はっきり言いますともう無限にあります、無限にあります。右側がインターナショナル、左側が草の根ですね、これちょっと見えないです、草の根ですね。で、上が種目別の大会で、下が総合大会です。で、右の上に行くとFIFA のワールドカップとか世界陸上とかプロスポーツといったに単独種目の国際イベントですね。で、右の下に行くといわゆる国際イベントの総合大会で、この中にはアジア大会とかオリンピックとかワールドゲームズというのが入ります。で、左の上に行くとマラソン、トライアスロン、ヒルクライムですね、もうほぼ無限に存在しますし、左の下に行くと総合大会で自治体である、まあ、例えば都民の体育大会とか高校総体ですね、いわゆるインターハイと呼ばれるものです。例えば単独種目の世界大会はラグビーのワールドカップ、あるいはオリンピックで、まあ、こういったファンランを含めたさまざまな市民イベントですね。で、こちらは高校のこういった全国大会、こういったものが入ってきます。で、日本ではさらに東京2020のオリンピック、あるいはこちらで関西のワールドマスターゲームズが開かれるということで、今後イベントが目白押しです。で、自治体はこういった大きな大会のトレーニングキャンプですね、いわゆる合宿を誘致するために今盛んに動いています。で、その一方ですね、アウトドアスポーツというのも無限の可能性があります。普通にこう平地を移動するならばウォーキングとかマラソン、ツーリング、まあ、トライアスロンで、泳ぐになるとオーシャンスイミングとか、あるいは潜るスキューバダイビングというのもあるわけですね。で、反対にこう少し緩やかにこう下っていく、リバーラフティング、あるいは滑るスキー、山スキー、あるいは滑空するパラグライダー、あるいはこう滝壺に飛び込むようなキャニオニングで、まっすぐ落ちるバンジージャンプとかですね、
あるいは最近佐賀県なんかで行われた世界気球選手権ですね。気球も非常に大きなですねスポーツになるということです。ということで何ですか、山と川と自然がたくさんあるところは何らかのですねこういったアウトドアスポーツをすることが可能になります。で日本の場合こう北海道から沖縄までですね非常にこう南北に長い地形です。アメリカの最南端のフロリダキーウエストからですね、こういうシアトルまでという非常に長い、だから北海道ではこういうパウダースノーですね、で沖縄ではスキューバダイビングができるというそういう地理的に非常にこう有利なポジショニングを持っています。でスポーツ観光資源というのは無限に広がっています。先ほど言いましたようにスポーツは隠れた観光資源で、これをどう旅行商品化するかというのがこう知恵が試されるところですね。でスポーツ参加、スポーツ観戦、旅の目的と需要を作るということです。で、先ほど申しましたじゃあ誰がこれをやるんだということなんですが、我々は今日本中にですね地域スポーツコミッションを作ろうということで、動いています。で下の写真見たらもう何もないんですが、例えば陸上競技のトレーニングとかサイクリングな非常にぴったりの場所というのが結構多くあります。でじゃあ地域スポーツコミッション何をするんだということですが、左側が観光振興、右側がスポーツ振興です。観光振興の場合はアトラクションである新しいスポーツイベントを誘致あるいはこう開発する、経済効果を狙った域外からのスポーツツーリストを誘客する、地域資源を最大活用したアトラクションの創造というのがあります。でスポーツ振興の視点でいうと既存のスポーツイベントや地域密着型プロスポーツへの支援、地域独自のスポーツ文化の育成、メッカ作りと呼んでますね、あるいは健康長寿社会への対応というのがあります。でこれは今政府が進める地方創生という政策の推進と同じベクトルを共有しています。一つ例を挙げます。これが日本で初めてできたスポーツコミッション、埼玉市にありますね。で2011年10月に一般社団法人埼玉国際観光協会の中に設置されまして、現在4名の専従スタッフで多くのイベントに成功しています。埼玉市長と私が非常に仲がいいと言いますかよく知ってるんで、埼玉市長から頼まれて今私はここの副会長をしています。で最初に何をやったかということなんです。こういったスポーツイベントの案内をですね作って、日本国内あるいは海外からですねさまざまなイベントを誘致しています。で真ん中にスポーツコミッションがあって、左にスポーツの競技団体、右側に観光ですね、だからそういうインターフェースといいますかね、仲介することになります。だからスポーツ団体とさいたま市をつなぐような役割で、大きな特徴は電話一本でホテルの手配あるいはお弁当の手配とかですね、交通の手配とか全部そういうサービスをやってくれるわけですね。そういうワンストップサービスというのが大きな特徴になっています。あるいはその合宿に対する補助金ですね、たくさん来るとですね補助金を提供するというようなことをやっています。で4年半で経済効果が 233.6 億円ありました。で去年1年間、40以上のスポーツイベントを誘致しましたが、経済効果が 80.2 億円になっています。でこのスポーツコミッションが非常にこう有名になったのが、埼玉クリテリウム、クライテリウムですね、 by Tour de France ということで、Tour de Franceのですね、クリテリウムを誘致しました。トゥアルドフランスというのは皆さんよくご存じのようにこう山の中とかですね山岳チャンピオンとかこうできますよね。でこれを支配する ASO ですね、アモリスポルトオルガナザシオンという組織は都会でやりたかったと、しかもフランスの外でやりたかったということで、埼玉にですねこれを誘致したわけです。大成功でしたね。非常に多くの人、大体14万人ぐらいの人が沿道に詰めかけました。でこれは2014年ですね。イエロージャージを着ているのがクリストファー・フルームという、ツール・ド・フランスの王者です、チャンピオンですね。
で、これが2015年の埼玉クリテリウム、そしてこれが2016年の、ウェブサイトに出ている写真です。これもクリストファー・フルームです。で、2016年、今年も無事開かれまして、やったんですが、今埼玉スポーツコミッションはロッテルダムトップスポーツという、オランダのロッテルダムにあるスポーツコミッションと連携しながらですね、いろんなこう情報交換とかですねをやっています。で、今年もこのロッテルダムトップスポーツのディレクターを招きました。彼がハンス・オーデンダマーさんというんですが、彼と埼玉市長に会ってもらい、で、あれクリストファー・フルームですけどね、こう会ってもらってですね、非常にいいイベントに今育っています。で、現在我々日本スポーツツーリズム推進機構は、法人会員が41ですね。会員の中には JAL、ANA、あるいは、プリンスホテルとかですね、あるいはその電通とか箱根といわゆるエージェントですね、アドバタイジングエージェント等多くの法人会員が名を連ねています。法人会員も自治体と企業ですね、あと公益の法人会員ですね、これは観光コンベンションビューローとかも入っています。で、スポーツ団体が14、個人会員が82と。で、連携する組織は下にありますように、文部科学省とか観光庁とか厚生労働省等ですね、あるいはそのオリンピック・パラリンピックの組織委員会等ですね、多くの組織と今連携しています。現在全部合わせると196のですね、会員がいるということで、政府からの補助金は1000ももらってないと、すべてこういう会員のですね、からの会費で運営しています。で、スポーツコミッションも徐々に増えてまいりまして、これ一部なんですが、現在35以上のですね、スポーツコミッションがあります。で、あとですね、山梨、岡山、山形、石川というように今こういうスポーツコミッションを設立する計画を立てている自治体も多くあるということで、最終的に70、80ぐらいのですね、スポーツコミッションを作るというのが我々の目標になります。で、このスポーツコミッションは全て民間ではなくですね、行政の中に作られているので、予算は全てそこで措置されるということで、埼玉スポーツコミッションも、多分明日か明後日台湾に来てですね、プロモーションをするというふうに聞いています。で、今日本のインバウンドというのは非常に伸びています。で、訪日外国人が非常に勢いで増えてですね、2015年には1973万7千人と一番右ですねになりました。で、今年も1月から8月で1660万人なので、おそらく今年で約2400万人ぐらいに増えるのではないかなと思います。毎年400万人のですね、観光客が台湾から日本に来ていただきます。ありがとうございます。感謝いたします。日本から行くのがちょっと200万人で、昨日スー副会長からもっともっともっと連れてこいというふうにですね、叱られましたが、こういう状況になっています。で、最近面白いのが、これ大阪のですね、近郊には六甲山スノーパークなんですが、こういう非常に小さいスノーパークです。人工雪作って、わずか200メートルしかない短いスキー場なんですが、ここに台湾のですね、観光客の皆さんがたくさん来ます。で、大阪で、観光を楽しんだと、ちょっとプラス1日六甲山の上で雪遊びをすると、いうことで、徐々にこのインバウンド の数が増えています。で、スノーパークの入園者も増えてますけど、特に外国人の団体入園者数が、2年前ですね、2015年には1万6750人に増えたということになります。で、これはその国別のスキーのお客さんの数です。一番がアメリカで5709万人、で、2位でフランス、オーストラリアで、日本は4位の3443万人です。なんですが、問題はですね、インバウンドが非常に少ないということです。オーストリアでは 66% が外国人なんですが、日本はわずか 3% です。
まあ、とはいつも今北海道のニセコとかですね、長野県の白馬のではですね、非常にあのオーストラリア人とか、ヨーロッパからですね、非常にこうパウダースノーを求めてくるお客さんが増えていますので、今後増えていくだろうと、ぜひ台湾からもですね、あの来ていただいてスキーをですね、趣味にしていただけたらなと。今あのインストラクターも中国人のインストラクター、かなり増えてまいりました。例えばこれ野沢温泉なんですけど、これ朝の10時ですけども、ほとんどがですね外国からのスキーヤーになっています。で、じゃあスポーツツーリストなんですが、あの日本でスポーツツーリズムをする人はどれぐらいいるんだろうかという調査を行いました。これもうまさに先週ですね、10月26日に発表された、旅先でのスポーツ実施に関するウェブ調査というのを実施しました。で、まあ、これはあの対象で、だいたい4000人ぐらいの人に、調査を行いました。その結果何が分かったかということなんですが、下が上が性別で、まあ、あの女性の方が多いですね。で、年代で見ますと、18から19歳も多いんですが、20代になると仕事が忙しくてあまりやらない。ところが40代、50代、60代、70代になると増えると。特に60代、70代は 72.1% がですね、旅行をしたこと、あ、これスポーツではないですね、旅行ですね、旅行をしたことがあると。だから旅行のニーズは年とともに高まっていくということです。で、では過去1年間に起こったスポーツ参加を伴う旅行なんですが、スポーツを実施したという人が 13%、スポーツを観戦したという人が 10.5%、スポーツボランティアをした人が 1.6% で、スポーツ参加を伴う旅行はしなかったという人が 80.7%。 ただこの 13.0 と 10.5 と 1.6 を足すと、全体の 23.5% がスポーツを実施するか感染するか、あるいは両方をしたということで、まあ、かなり高い数字になっています。我々が予想したよりもかなり高い数字がスポーツをやっているということになります。で、じゃあどういうスポーツをしたんですかという問いに関しては、1番がゴルフ、2番がスキーとスノボー、3番が海水浴、4番が登山で、5番目がサイクリングというふうになっています。まあ、あとは水泳、ジョギング、テニスですね。まあ、こういう結果が出ました。ではあの海外はどうなのかということなんですが、これはあのイギリスにおける外国人のスポーツツーリストの状況です。まあ、これ日本語にしますと、見るスポーツが133万人で、インバウンドの 3% ですね。これはあのプレミアリーグというサッカーの試合に見に来る人がだいたい90万ぐらいいますので、でこれにウィンブルドンとか、全英オープンですね、ゴルフのオープンとか、そういうのに来るということです。でするスポーツがだいたい 2% なんで、だいたい合計 5% と言っています。でこれはあの空港で出口調査ですね、出ていく外国人に何をしたかを聞いたということです。で日本は、先ほどの数副会長の言ったように、やっぱりアクティブスポーツツーリズムだろうということで、10% ですね、インバウンドの 10% を今目標に掲げています。でこれは、沖縄でやった調査です。那覇空港の、国内線出発ロビーと国際線の出国ロビーで、日中間の旅行者にスポーツ観光に関する質問し調査を実施しました。で中国人観光客はあのもちろんメインランドも台湾もあるいは香港ですね、マカオ、あの全て含んでおりますが、非常にこう驚くべき結果は、8月に来た、中国人観光客の、なんとですね、8割がですね、スポーツをしていると。あのこのあれですね、黄色が中国人ですがやっていると。あのショッピングのイメージが強かったんですが、今沖縄に来る中国人の観光客というのは若くてウェイボーを使って、全部情報を得て、半分がですねほぼ個人手配ですね、 FIT だということが分かってですね、これはすごいなということになりました。
で反対に韓国のお客さんはあまりスポーツをしないというのが分かったんですが、まあ、これはちょっと理由が分かりません。で最後ですね、一つ目は人口減少と高齢化がですね、今日本を襲っていますということで、地方がですねどんどんこう寂れていってるんですが、外国人観光客が7人来れば1人の消費減ですね、だいたい122万円ぐらいなんですけど、1人人口が減っても外国人が7人来たら消費減を補えるということなので、こうインバウンドに関心が高まっています。で生きがい交流人口を増やし地域を活性化しましょうということですね。で重要なのはスポーツ観光に観光資源は不要です。富士山はいらないし、なんか美術館とか博物館とかお寺もいらない、こう自然資源があればですね何らかの観光ができるということで、これはどこでもスポーツツーリズムができるということになります。で日本ではスポーツイベントへの注目が高まっています。で世界中の調査を見ているとスポーツツーリストは普通の滞在客も長く滞在し一般観光客よりも多く消費します。でイギリスの場合オリンピックに来た外国人ツーリストは一般観光客の2倍の消費額でした。でさらにすごいのが2015年に行われたラグビーのワールドカップでありますね。ラグビーのワールドカップに来た観光客は一般観光客の4倍の消費があったんですね。というのはいろんなところでこう見て回ると、例えば台湾ではあまり人気はないと思うんですが、日本ではやっぱりラグビーすごい人気があって、オーストラリア人とかニュージーランド、アルゼンチン、イタリア、イギリスですね、もうわんさかたくさんですね来ることが予想されるので、そういう経済効果も大きいということです。まあ、そういうことでメガスポーツイベントに期待します。で最後にじゃあ誰がスポーツツーリズムを進行するのかというのは、日本では今地域スポーツコミッションが増えていると。でそこが中心になっていろんなこう地域に特色のあるですねスポーツツーリズムの商品を今造成しているところになります。30分という短い時間でしたが、私の講演は以上で終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。シェシェ。